明日天気になれ。はい、皆さんお疲れ様です。今日はですね、何でもできる優秀ラジオをご紹介したいと思います、はい、その名もこちら。すごいちっちゃい、ラジオかちっちゃいよ。リラックスマルチレトロラジオ。マルチ出る以上はいろいろできないとね、今のご時世は。そうなんです。で、なんとこんなにちっちゃいこのラジオで、1台7役 7? 7役できちゃう。なんかおもりとかそういうのなし。おもり分岐にこれ本当にすごいびっくりした。なんか私あんまりよくわかんなくて、可愛いなって思って発注しただけで、見た目はね、レトロなラジオって感じですよね。で、改めてですね、これすごいなと思ったので、ちょっと皆様にいろいろ解説をしていきましょう、お願いします。ということで、まずですね、できることが、FM、AM、短波ラジオが聞ける。ほう、ラジオがまず1個目聞けます、うんうん、で、あと緊急アラームを流せます。そして次、Bluetooth スピーカー。ああ、なるほどね。はい。で、次が MP3 プレイヤー。ああ、なるほど。はい。で、次が AUX 接続。ああ、外部の機器を接続するってことだ。うん。です。ができて、あと、モバイルバッテリーにもなる。そして、懐中電灯にもなる。うん。で、次、時計にもなる。すごいわ。で、時計にもなるんで、目覚まし時計もできるっていうやつですね。うんうんうん。ラジオ流してみますか。うん、そうしましょう。はい。で、ここの、これをギャッとやって、FM ラジオにしました。今のが FM ですね。ということで、ガンガン流れます。はい、そして次、Bluetooth、 ちょっと携帯からやってみますか。はい、ここ Bluetooth にしてます、うん、で、携帯入れます。 YouTube が流れてますね、うちの。はい、レオエデン、9月14日、明日ニュースのお時間です。最初ニュースです。っていう感じ。近しく入ったニュースからお伝えです。ラジオと Bluetooth。 え、結構音でっかくですか。ここにボリュームのやつがあるので、うん、調整できますね。はい。次、懐中電灯、ここのところを押します。では、こう、あ、結構直視できないくらいの分厚さ。そして、うん、次、この底。はい、そこによく見ると SOS って書かれてるんですよ、うん、なんでちょっとこれを鳴らしますね、はい、ここも光って、なんで本当あの地震とか来て、うん、もう身動き取れないけどいますって教えたい時とかはこれ鳴らせばいいですね、うん、後ろにこういうのついてて、はい、これを回すと充電。あ、充電できるんだ。なんか手で回して、手回し充電と USB 充電とソーラー充電、うん、ソーラーが多分これ打てるじゃん。何かしらで充電できます。ここにいろいろこうなんか刺すとこあるので、うんうん、これが付属品がこのコード入ってるんですけど、はい、これとなんかつなげて、そっか、さっきの AUX のやつだったら、例えばスマホからつないでこっちで音出すってことが多分できるんじゃないかね。そうですね、うん、で、モバイルバッテリーにもなるので、これつないで携帯充電とかもいけて。そっかそっか。さっきそのモバイルバッテリーになるって言ってたけど、結局それの充電なくなって終わりじゃんって思っちゃったんですよ、うんうん、でもね、こうやってぐるぐる回したりとか。そうです、手回しとソーラーでも充電できるので、うん、本当に
緊急事態みたいな、うん、災害とかにあった時にめっちゃ役立ちそうな、しかも可愛いじゃないですか。そうなんですよ。でも全然重くないし、ちっちゃいし、うん、これあれだな、普通に災害用品として備えとくのもいいんですけど、うんうん、普通に今 Bluetooth のスピーカーとかでも音良かったから、うんうんうん、普段ねインテリアとかそのオーディオ機器として使いつつ備えもできちゃうって、これね欲しくなってきました。これすごいですよね。めっちゃいいじゃん。めっちゃ良くて、こう MP3 プレイヤーなので SD カード入れるところとかもあったりする。これすごいわ。これ伝えないとダメですね、ちゃんとね。そうですね、実際にちゃんとこう使える仕様にして使ってみるとなんか凄さが分かります ね。はい。そんでこんな優秀なやつなんですけど、はいはい、お値段が7920円。あーでもこの機能いっぱいあったら高くはないですよ、うん、きっと。でも絶対いざという時役立ちますもんね、うん、絶対役立つ、うん、この商品をですね、はい、なんと、はい、視聴者プレゼントしまーす。なので私応募しようかな。勝手に決めたわけじゃないですよ。ちゃんと許可は取りました、偉い人の。はい、でプレゼントしますので、概要欄を詳しくはご覧ください。応募しようかしら、本当に。私もしようかな。お父さんの名前とかでしちゃおうかな。あー、なるほどね。私の名前だったらもらえない、きっと。その手があるかもね。はい、っていうぐらい、やっぱりあの売ってる方もすごい欲しくなる。欲しい欲しい、めっちゃ欲しい。はい、商品なので、皆さんどしどしですね、はい、あのプレゼントをゲットするためにご応募お待ちしてます。よろしくお願いします。